がついてるんで、武家のね貴人たちがきっと来たとこなんでしょうね。この辺が喉のね、で、まあ多分そうなんだろうけど、この兵士にしろ南朝にしろ、そういうところからお忍びてきた貴人たちをね、きっとかくまうための施設というか、もうそういう地元の民がこういうところを絶えず確保してたんでしょうね、きっとね。あ、やっぱりね、だからきっとそういうところだったんですよね、昔から人たちを助けてあげるための。これ YouTube なんですけど、いいですか？大丈夫です。私大丈夫ですか？わすか町の緑屋さんっていう和菓子屋さんの社長さんの和尚様でございます。今日案内いただいてます。ありがとうございます。和尚様ありがとうございます。はい、いつも研究会でもお世話になってまして、会員さんでいろいろ地元のことも教えていただいてます。今日は笠木に行った後、こちらの和尚様の方にお伺いして、わすかの後醍醐天皇さんの足跡についていろいろお伺いをしました。岩井橋、お祝いをされた橋ということで、後醍醐天皇様がここ通られたということがね、地元ではしっかりとそういう言い伝えが残っていて、残っております、はい、お近くの集落の方では名字をもらわれた方がいる。あ、名字をもらわれた方もおられますね、はい、うん、でそういうお名前は今でも継いでおられる方がおられます。港さんです、はい、港さんっていうね、お名前が残ってるよっていうことと、また橋が架け替えられた時にはまた来てもようかなと思います。はい、でここだけじゃなくて、結構あちこちにそういう地名が残ってたりするということですね。ゆかりの地名、何箇所か、はい、あるんですよね。聞いてます。はい、前の三坂という坂がここの近くにもありますね。あ、なるほどね。三坂、どんな近くですか、三坂って。もう生まれる坂って書いて三坂いう。生まれる坂で三坂。だからそのゆかりの女性の方がどっちで産気づかれた？産気づかれた方が、そこで子供が生まれたという名前の、あくまで通称ですけどね、はい、でも通称としてそうやって歴史の史跡が分かるような名前が継がれてるっていうのは素晴らしいですね。はい、そのまま残ってますね。やっぱり郷土に降りてしか分からない歴史っていうのもあるので、はい、いろいろ掘り起こしていきたいと思っているので、ぜひ今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。また岩井橋できたら教えてください、はい、また見に来ますので、はい、今港様とお引き合わせいただいた名字を、後醍醐天皇様からいただいたっていう方ね、今ご紹介させていただいたところでございます。もう今日ちょっと夕方やったからあまりちょっと長居はしないんですけども、港様ご本人ともお会いできて、当時の伝わってる話をねお聞きしたところでございます。でちゃんと調子にも乗って歩いてねおっしゃってたから乗ってみたいですね、はい、うん、だからこうやって地元に伝わってる、表に出てこない地元の歴史っていうのが今でも脈々と受け継がれていて、ずっと現代まできちっとつながってるっていうことで、あ、どこどこの誰々さん、あの人はその話知ってるらしいでっていうのですぐ話がつながるよね。それがやっぱりねすごいと思った、この郷土の皆さんのこの結束力と、うん、皆さんのそのちゃんと伝えようっていうその意気込みがすごいなと思って、一番モットーはそういう郷土に眠った歴史っていうのをもう一回掘り起こして、そして捨て上げていくっていうことを主眼に置いてるので、今日本当にね実地的な感じの ミニ研究会的な感じこれ和塚町だけでもできるよ、研究会稼げられる。で1ヶ月でこれ落ちちゃうんですよね、にわか作りの城壁だったので1ヶ月で落ちてしまって、その後お忍びていかれるのに有王山抜けて、で川下の方に行こうと思われたんだけど、途中で道に迷ってしまわれて有王山の山中で捕まってしまわれたんですけど、その途中に立ち寄られたのがその港さんのお宅だったということみたいですね、どうも話聞いてるとっていうところまでは分かりました。よくわすかの山中をしていて、多分この辺を後醍醐さんが通られたんだろうなみたいな話をしながらよく通ってたんだけど、今日はリアルにこう体感できたっていう感じ、ちょっと感動です。今日はたくさん勉強になりました。和尚様でした。特別出演です。和尚さんもすごく歴史のみならず政治的なこととかもね、いろいろと見識を深く出らっしゃって、私もいろいろ
学びを深くしているところでございます。日を改めてね、きちっとまた、はい、来させていただきたいと思います。研究会にいつもね、いてくださってて、本当に心強いなと思ってます。今日はどうもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんにもよろしくお伝えください。ありがとうございました。伝えておきます。はい、というわけで、和束町からでした。失礼します。はい、というわけで、ここ最近はあまり何個とちょっと関係ない系の方にずっと行ってたから、やっと、本来の自分的なものを取り戻したかな最近、また何個に戻ってきたよっていう感じの日々です。心置きなく何個の研究ができるぞっていう感じで戻ってきたので、何個の実績検証に集中して頑張っていきたいと思ったわけです。やっぱり楽しいね、現地行っての研究で。郷土史ってみんな学者の人ってバカにするけど、いや、そっちの方がほんまでしょ。生きた歴史だよ。だって今でもその子孫の人がいるんやもん。だって普通にで、うち後醍醐天皇さんから名字もらったよとかで、その証明書みたいな、それを発行、笠置寺さんから発行してもらったものもあるよとか、ずっと生き続けた歴史がその場にあるっていうのはやっぱり郷土史ならではだし、文献、要は今の歴史学って文献だけで、郷土の人たちから話を実際に聞くっていうことは多分あんまり確証がないんだみたいな、そういう論調になってるけど、じゃあ書類で書かれたのだけ正しいのかな、そういうわけじゃないと思うんです。今回はそういう本当に地元の方々からお話が聞けたっていうことと、当時後醍醐天皇さんをかくまわれたお家の方が今も現存してるっていう、そのお家がね現存してるってことが分かってすっごくびっくりした。しかもそのうちの会員さんのごくごくご近所のお友達の方が、港さんっていう方で、和所さんのおじさんが知ってるから、まずおじさんを紹介していただいて、和所さんの、で和所さんのおじさんはもともとだから和束でお茶屋さんをずっとやっていて、でまずそのおじさんのお宅を伺って、でそれからじゃあ港さん呼んであげるわって言って、そこから港さん呼んでいただいたりとか、で有王山の方にあるお寺も次回、また紹介してあげるねとか、いろいろ話が次々呪術なぎでつながっていってすごく楽しかったです。これでこそ南高研究会本領発揮でしょっていう感じの、和束町でももう研究会できるねっていうようなことを言いながら帰ってきました。大変温かいご歓迎をいただいた和束町の、和所さんに心よりお礼を申し上げます。和束の見えるかな、緑屋さん、和束町の緑屋さん、和束町の道の駅とかに、置いていらっしゃいます茶団子、すっごく美味しいです。お茶の香りがしっかりしてて、さすが和束のお茶ブランドだけあって超美味しいです。マジでぜひ皆さん、京都にお越しの際は和束町、それから笠置にお越しいただけたらと思います。もう最近ずっと笠置ついてるなっていう感じで、笠置は深いですよ。やっぱり大難攻を語る上で絶対に外せないのが笠置です。というわけで今回の笠置&和束レポでした。